方、試し読みしてみましたけど、なかなか面白かったのです。でも、クラウスが世界最強というのは甘いですね。ネオ様なら、育成指導も完璧にできるに決まっているのです。なんてね。さて、続きを読むとしましょう。ソフィア、何やってんだ？ベロニカさん、これ読んでたんです。スタッフの方におすすめされまして。スパイ教室？くっ、そんなもん読んでる暇あったら練習した方がいいぜ。でもおすすめされるだけあって面白いんですよ。ちょっとだけ読んでみませんか？なあソフィア、あれ持ってねえか？続きが気になって仕方ねえんだよ。あれですか？続きはこちらに。早く言うこせ。あの後どうなっちまうんだ。メロニカさん大丈夫かな？禁断症状みたいになってるけど、小説読んでるだけだよね。花園にマナ娘ね。コードネームってどういう基準でつけるんだろう。あだ名っていうか、似合いそうな名前考えるんじゃないかな。あだ名とは違うでしょ、コードネームって。標人なんて呼んだらむしろ目立っちゃいそうじゃない？直接呼ぶことって基本ないと思うよ。実は私もココアにコードネームつけてるけど呼んでないし。はあ？どういうこと？私はココアのことを心の中でマイスイートハートって呼んでるからね。もういきなり変なこと言わないでよね。ねえ春菜ちゃん、何でもできるってどんな気分なんだろう。何でもですか？私には想像がつきませんね。どうしたんですの？この本にクラウスさんっていうほとんど何でもできる人が出てくるんだよ。何でもできるから他の人にはわからないことがあることがわからなくて、人に教えることだけは苦手なんだけどね。なるほど。自分ができることって誰にでもできる簡単なことのように感じてしまいますものね。私にはこれは自分にしかできないっていうこともないから、ますます想像つかないな。みゆうさんには他の人には真似できないことがたくさんあると思いますけどね。何よりリリカルリリーのフロントマンが務まるのは世界中でみゆうさんだけですわ。はるなちゃん、ありがとう。あれ、何の話だったっけ？